人の生活を支えてるこういう製品とかものっていうのは全部材料からなっていて、でその材料の開発が常に必要っていう。例えば最近の話だと LED ライトで、その LED の材料っていうのが窒化ガリウムっていう、でこの窒化ガリウムっていう材料が発見されて初めてこの新しい照明っていうのができて、我々の生活をまあ豊かにしている。だから材料の発見でノーベル賞って今までたくさん出てますし、窒化ガリウムは実際にノーベル賞が数年前に授与されました。材料を発見するって言われると、まあ、地下を掘ってなんか新しい材料を見つけてくるっていうようなイメージを持たれるかもしれないんですけど、まあ、実際にはそうではなくて、元々の原料はそうやって採掘したものかもしれませんが、そういろんな材料を組み合わせて作る、まあ、例えば粉の材料をこう組み合わせて混ぜて、まあ、そういうのが普通のやり方だったんです。でもみんながそれやってると膨大な時間がかかるし、人手もかかるし、なのでそれを変えていきたいっていうのがミープの取り組み。もう一言で言うと、ロボットと AI を活用する。我々のグループ4グループ、まあ、第1グループが一杉先生のグループ、作ってみる、まあ、試作するグループ、どうですか、あの機械びっくりしました。あれは世界に1台しかないですからね。人間が手で実験をして、あれはそれを全部自動化していて、それも試作し続けるのも当てずっぽうに試作するのではなくて、温度だとかどの元素を混ぜるんだろうだとか、そういうところをコンピューターが推定して、単純計算でもうやると10倍ぐらい、10倍速くなってます。これここに小さな1センチ角の基板っていうのがありまして、その上に材料を積み重ねていきます。考えられる材料の種類ってもうほぼ無限大と言っていいです。もう宇宙の星の数よりも多い、もうほぼ無限大の数、いい材料なん、もう無限大の中からこう探していくってことですね。やっぱだから人間の手で無限大の空間に立ち向かってるのはもう難しくて、だから AI ロボットをうまく使って加速していく。で小野先生は計測と解析のプロです。ここも人の作業と頭を介さずに自動で計測して、でその結果を解析して、新しいものを作る時っていうのは、その作ることもすごく大事なんですけど、もう一つその解析するということ、なぜそれがあの良い性能を出すのかを知るということがもう一つ非常に重要になってきて、一杉先生のところで大量に作ると
ただ100個とか1000個サンプルがあっても、今までの方法だと先ほど言ったように1個に1日とか1ひどいと1ヶ月かかる。我々それをもう全部自動でできるようになって、1日まあ100資料ぐらいもう全部解析できるので、良いのも悪いのも全部見ることによって、なぜいいものっていうのはどういう原理でそれが良くなったのかとか、性能の決め手となるのは何かというのをしっかり考える。それは一つの研究としてのゴールではあるんだけれども、それっていうのはその、まあ、いっぱいある材料とかものすごい広い研究分野の中だともうごくごく一部なので、他の人から見るとこんななんかもう砂漠で砂一粒一粒調べてるようなことかもしれないんで、それを AI とかロボットがもうどん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 自動でやれば、いつかはすごいあの風景が見えてくる、端っこまで来るんじゃないか。で、ひとすぎグループの試作とモノグループの、解析、この結果を受けて、やっぱり実際に作って調べるとなると AI ロボットとはいえ有限の回数しかできませんので、バーチャルにサイバー空間でバーチャル実験をするっていうのが地球グループ。論文で出てるデータというのは成功例でしかないんですよね。新しい材料を予測するためには失敗例がとても重要なんです。ですからその失敗例も集めなきゃいけない。それをMIPの中で集めることによって予測精度がどんどん上がっていくんですね。その3グループで試作して解析してバーチャル試作してっていうのをこう繰り返す。でこれで例えば今までの1000倍の速さで発見しようとしています。で第4グループがあって、それ牛久先生が担ってます。先ほどの試作する、解析する、バーチャル試作する、これそれぞれに AI の新しい技術が必要なんですね。人力だけだとやっぱりその世界のスピードに追いつけない、そこを埋めてあげるのが我々が開発したい AI のミッションだと思っています。 AI は基本的にこうデータに対してですね、合理的に判断をしたり合理的に推論をすると。で当然ながら昼夜も休むことなくずっと一瞬で素早く計算をすることができるので、ここが人間にはない圧倒的な強みになるかなと。諸外国がどんどん伸びてきていて、もう日本はもうあっという間に追い抜かれる、もうそのぐらいすごい強い危機感を持っています。政府も強い危機感を持っていて、でそれを昔ながらのこう人間の手でやってるっていうことをやってると、あっという間に諸外国に抜かれてしまって、ですからもういい材料開発っていうのがもう競争の肝中の肝です。もうでそれを期待だけに終わらせないで本当に成果に結びつけるっていうのが、これはMIPでやらなきゃいけないところですね。これあらゆる材料にも適用できると思うので、この電池の材料を開発してる人じゃない人たちにもこの方法をどんどん真似て、みんなで探索していきたいと。これ24時間も実験をやってくれるし、研究者の時間と場所の壁を取っ払ってくれるんですね。でそうすると我々もっとフレキシブルな働き方ができるし、フレキシブルな発想ができる。だから今回の AI ロボットの導入っていうのは単なる実験室だけではなくて、もう働き方だとかその研究者の在り方も変えてしまうんですね。で研究者を自由にするんだと思ってます。今回の取り組みは自由な発想、そういうところに持っていくっていうのが本当の狙いですね。